以下7番手23番キセノンレーシングチーム番長原田春人、8番手73番フラックスモータースポーツ豊島陸人、9番手58番 B マックスレーシングジュニア鈴木優太、10番手34番フラックスモータースポーツ岡澤圭吾、11番手13番レーシングスクエア現白石優雅、12番手21番ティームウルフサイモンジャン、13番手74番ひとみ EP レーシングチームワールドひとみしょうま、14番手89番ラマーレレーシングチームスワハクト、15番手に8番手からのスタートだったんですがエンジン交換でドロップしました27番レーシングチームワールド菊池隆博。以上の15台、周回数は17周です。ローリング隊列は千葉トヨペットコーナーへと差し掛かってきています。ホームストレート佐藤と岸ですがスタートはディレイドですね。佐藤の後ろ五十嵐が少し離れて、アクセルオンラインは黄色なんでここまではアクセルを踏まずにゆっくりと隊列を整えながら立ち上がってこなければいけないということになっております。またジャンプスタートを狙って故意に前のドライバーとの間隔を空けることは禁止されています。綺麗な隊列から次はスタート切っていけるでしょうか。隊列は千葉トヨペットコーナーへ、トップ2の後ろに3番手4番手ちゃんとついてるかな。スタートは切られました。さあ佐藤治いいスタートを切っていきました。2番手以降も1コーナーへとなだれ込んでいきます。2コーナーではまず大きな混乱はなさそうです。サイドバイサイドにはなっていますが止まってしまったカートはありません。まずはポールスタート佐藤が綺麗なスタートを切っていきました。その後ろに3番手スタートの五十嵐文太郎、3番手にはキム・ジュンホと2番手スタートの岸はちょっと遅れてしまったのを今ヘリポートで取り返そうとイン側に入っていってそのままサイドバイサイドで立ち上がってまいりました。さっきまで大きいを見ていたのでものすごくスローな感じに見えるんですけれどもみんなねうまいんですよね。ここでガチャガチャ当たったりしないのがカデットクラスのいいところ。さあ岸富士は千葉トヨペットの手前でイン側にマシンを振りました。3番手争い立ち上がりどうなるか。岸富士が前に出てきました。3番手4番手キムがちょっと苦しいか。横からカーナンバー25番のドライバーブーっと鈴木めぐむが前に出ていきましたね。さあ遅れてしまったアウトサイドスタートのドライバーも取り返しに来ております。トップ2は佐藤と五十嵐少し離れまして、水色のカート岸富士を先頭に鈴木めぐむ、キム・ジュンホ、そしてその後ろにいるのは原田が上がったかなという感じですね。原田、千田、そして豊島、この8台が第一集団という形になっています。トップの2台がまず逃げて3番手からが6台ワンパック、トップ集団は大きく見て8台です。少し離れまして9番手以降の戦い前についていけるかといったところです。ホームストレート。さあこの上位集団の中では今1コーナーで原田春人が前に出ていきました。1コーナーから2コーナー原田はそのまま守っていけるかどうでしょう。さあここは6番手争いです。原田6番手に浮上です。7番手に千田、8番手に豊島、 S 字を抜けていきます。少し離れた9番手は白石優雅を先頭としたバトルなんですけれども、白石の後ろに鈴木がいて、あ、岡澤がちょっとドロップしてしまいましたね。先ほどまで岡澤圭吾はこれの前の方にいたんですがこの第2集団の後方へとドロップをしてしまいました。さあ追い上げてこられるか。上位集団の中では原田と千田、6番手争いが今千葉トヨペットの前、千田龍空が前入ってきます。立ち上がりで千田龍空6番手に浮上、後ろからその勢いで豊島陸斗もついていく。2コーナーではどうだ、原田が守るか。豊島アウトサイドからスピードを乗せた。豊島ポジションを上げていきます。原田春人がちょっとドロップ
をしてしまいました。さあそして上位3台なんですが、佐藤治の後ろの五十嵐文太郎、この2人が逃げるかと思われましたが、岸富士がそれを捕まえました。岸富士が2番手に完全につきまして、奥のヘアピンへと入っていきます。どこで仕掛けるか岸富士、もともとは2番手スタートですが少し出遅れてしまった岸、一気に取り戻してきます。千葉トヨペットの入り口ではイン側を五十嵐守っていましたが、そのまま守りきってきましたね。後ろから岸富士のプレッシャーがかなりかかっているものと思われます。4番手の鈴木恵や5番手のキム・ジュンホ、前からはちょっと離れていますが追いついていけるか。そして6番手にはあと、あ、千田がスローダウンだ。今2コーナーの立ち上がりで何があった。今 S 字には入ってきてるんですけれども、ちょうどこのブラインドになっている2コーナーのところで何かがあったんでしょう。千田龍久がですね6番手で2コーナーへと入っていったと思ったんですけれども、立ち上がりのところで大きくスローダウン、後方へとドロップしてしまいました。第2集団の中ということになっております。2番手3番手争いは千葉トヨペットコーナーテールトゥーノーズからインドリ合戦、インサイドから岸富士が前に出てきました。岸富士2番手に戻ります。3番手に五十嵐、4番手には鈴木、ここまでがワンパック、キムと豊島、原田、その後ろには白石優雅が8番手、白石優雅を先頭とした第2集団ですけれども、こちらの方は依然として接近戦となっています。また岸富士にパスされました3番手五十嵐ですが、そのイン側に鈴木恵が今入っていったヘリポートで3番手4番手入れ替わってきました。五十嵐文太郎スタートは決めましたが、その後はちょっと立ち上がり苦しそうだ。ただ17周の予選のうち今5周終了、6周目ですから、まあ、中盤から後半タイヤに熱が入った状態で、エアーツが上がった状態で、勝負ができるようなセッティングを施していれば、五十嵐ここからまた上がってくると思われます。さあそしてホームストレートではキム・ジュンホのインサイド、豊島陸斗が1コーナー飛び込んでいきます。豊島陸斗5番手に浮上、スターティンググリッドは8番手でした。豊島第1集団のトップ8の中からじわりじわりと順位を上げてまいりまして、現在5番手、キムは6番手、7番手原田監督、そして8番手なんですけれども、さあこれはどうか入れ替わっていくから、鈴木優太の後ろに白石、感覚あまり変わらないか。そして少し離れまして岡沢、そしてその後ろですね、千田龍久やサイモンジャンや諏訪白斗、この辺りが三つどもえのバトルになっています。人見翔馬もこの中にいます。エンジン交換をした、菊池隆弘は前から大きく離れてしまっています。ホームストレートトップ2が通過、7周終了、8周目、2コーナーではピタッとつけているトップ2と3番手争い、それぞれ一騎打ちになってまいりました。佐藤の後ろに岸、鈴木の後ろに五十嵐、鈴木は五十嵐をパスして3番手に浮上いたしました。そのまま逃げ切っていけるか、五十嵐踏ん張れるかというところ。ラップタイムはトップ2だけが50秒台、3番手以降は51秒台ということになっています。佐藤治と岸富士、この2人が非常にタイトラよろしく調子がいいといった状況の予選ヒート、佐藤と岸の間に少し隙間が生まれましたね。千葉トヨペットコーナーから立ち上がる、少し離れて鈴木、五十嵐、そして豊島、あ、キム・ジュンホの後ろから原田、原田がピタッとついた。キム・ジュンホは立ち上がりが良かったんですけど、ここ中盤になってきてタイムの方がガクッと落ちてしまいまして、後ろからどんどんと追い上げられる展開になりました。他のドライバーよりも、まあ、さっきミスがあったのかもしれないけれども1秒ぐらいラップタイムが落ちてしまったので一気に後ろが追いついてきているという状況です。キム・ジュンホ単独で走っていましたので本人的なミスだと思うんですが、ここで踏ん張れるかどうかというところです。トップは最終へとアプローチをしています。帰ってきますと9周終了、残り周回数は8周、ちょうど折り返しというところ。佐藤と岸のタイムギャップはコンマごと少し広がりました。その後ろの鈴木と五十嵐ですが、
まあ、ラップタイムの方がこの2人上がってまいりましたので、ちょっと2番手と3番手の間が詰まってきた雰囲気ですよね。さあそして今1コーナーから2コーナーに行くこの4台もえらいことになっています。サイモン、諏訪、千田、ひとみの4台。ああそして、原田がドロップしてしまいました。先ほどまでキム・ジュンホを追い上げていた原田ですけれども、後ろから鈴木優太が上がりまして、原田ワンポジションのドロップ、しかも鈴木優太の前のキム・ジュンホがペースが上がらないところ、お前早く行け、俺が行ってやるよぐらいの感じで今ねヘリポートから立ち上がってきました。鈴木優太がぐいぐいと追い上げて、千葉トヨペットコーナーでインサイド飛び込んでいきます。さあ6番手争いということになりましたが、あしかしキム・ジュンホ踏ん張りましたね。キム・ジュンホ踏ん張った。1コーナーどうだ、鈴木優太入りたいがどうだどうだ、ブレーキング、ブレーキング、2コーナーに向けてキムがアウトサイドに払んだ、ウイン側から3ワイド立ち上がってくる、後ろの2台もついてきた。さあこれは6番手争いが大変なことになって、 SG 抜けてきたのは鈴木、白石も抜けた、その後ろから原田、キム、岡澤、5台ワンパックヘリポート、これは大変なバトルになってきたのが6番手争いです。これ予選なんで決勝ではまた前とくっついてくるんでね、今ここでポジション上げておけば表彰台も狙えるというようなバトルなんです。ここ重要です。最終コーナーから、あら2番手の岸富士がちょっとペースが上がらなくなりました。なんかミスがあったでしょうか。前から離れてしまって、後ろの鈴木とそして五十嵐に疲れてしまいました。そして九段の6番手争いは今1コーナーのところです。白石優が、鈴木優太、この辺りがかなりのバトルを繰り広げて、白石が抜けてきました6番手。そして後ろからキム・ジュンホ、 S 字の1個目、遠赤バリバリ使って立ち上がってまいりました。さあここでカーナンバー12番のキム・ジュンホに対しまして、警告機ですね、緑色のヘルメット、カーナンバー12番、現在6番手争いを繰り広げているキム・ジュンホに警告機です。トップは最初、あー岸封じ大きくオーバーランしたぞ。岸封じちょっと苦しくなってきたのか、ラインが乱れ始めましたね。抜かれたくないという気持ちがなんかこう前面出てるような走りになってまいりました。トップは佐藤治、これで完全に単独です。2番手には鈴木恵が上がりまして、3番手に五十嵐文太郎が、がぜん元気がまた出てきた、スイッチ入ったみたいになってきた、五十嵐文太郎のスイッチが入った。そして4番手には岸富士、少し離れまして5番手豊島陸斗は単独です。6番手は白石優雅が集団から抜け出せるかどうかというところ、その後ろにキム・ジュンホ、鈴木、岡澤、原田と、ここが10番手、少し離れまして11番手争いですが、サイモンと瞳と諏訪の三つどもえバトルが続いています。さらに離れてしまったのが千田龍久です。カーナンバー11番の千田は6番手からスタートしましたが、前からも大きく離れて、菊池と今テールトゥーノーズという形になっています。13周終了です。13周終了、1コーナーから2コーナー盛り上がっているのは6番手争いです。2番手、3番手、4番手争いと、それから6番手争いが今接近戦になっています。スイッチが入った五十嵐文太郎はしっかりさっきの周回で決めてきましたね。2番手鈴木恵がもう一度追い上げという形で、あ千葉トヨペット鈴木恵イン側に飛び込みたい、どうだラインを変えた、飛び込んでどうだ、鈴木恵が前、シーソーバトルが続きそうです。後ろからもう一度岸封じが1コーナーもアプローチしたいんですが、ここは前についていきます。鈴木、五十嵐、岸という2番手争い3台、5番手単独、そして6番手争いは1コーナーインサイドから白石、そしてさらに2コーナーのインには鈴木優太が守っていく。鈴木、白石、後ろからキムも来てどうでしょうか。 S 字に向けて鈴木が前か、一触即発状態です。カデットクラス、このクラスに関しましてはフロントベアリング規定はないんですけれども、接触すると吹っ飛んでいってしまいます。予選でそれは最後まで起こらないでいただきたい。さあそしてトップ接近戦のこの2番手争いなんですけど、岸富士が動き始めました。
五十嵐に対して岸がアプローチを仕掛けて3番手に浮上。15周終了、残り周回数は2周です。トップの佐藤様も後ろに2秒の差をつけて今 S 字に入ってきます。カーナンバー99番。そして少し離れまして、鈴木恵も安全圏に脱出、3番手争いです。決勝の2列目のイン側かアウト側かというバトルになります。岸楓珠と五十嵐文太郎は今ヘリポートを立ち上がっていきます。豊島は相変わらず単独です。でここでお知らせいたします。 OK クラスの車両保管を解除いたします。 OK クラスの車両保管を解除いたします。千葉豊ペットコーナーからトップ立ち上がって、これがファイナルラップ。3番手4番手争いは依然としてテールトゥーノーズ、五十嵐文太郎、もうワンアタックぐらいはいきそうですね。6番手争いは前から大きく離れまして、こちら落ち着きました。鈴木優太が単独、その後ろに白石、キムと原田と岡沢が今1コーナーへと入っていきます。そしてその後ろではサイモンを先頭に1コーナーに入っていく、瞳がついていく諏訪白斗も1コーナーではイン側取ってたんですがどうでしょうといったところ。さあそして3番手4番手争いは今ヘリポートのところでも奥のヘアピンでもやり合っていますが、五十嵐が前に出てきた、五十嵐が前に出てきた。最終的に千葉トヨペットではどうなるのか。トップ佐藤単独、2番手鈴木恵も単独、3番手争いはどうだ、五十嵐だ、五十嵐が前に出てきまして、3番手4番手には岸、ここギリギリでした。5番手には豊島、6番手には鈴木優太、7番手に白石、8番手はどうだ、サイモン、キム・ジュンホ、キム・ジュンホです。そして原田、岡沢、その後ろがサイモン、さらに瞳、諏訪、